全国の皆様方、おはようございます。ゆなゆかです。見てもらって分かる通り、化粧を落とさずに寝てました。はい、あかんで、これ雑巾顔につけながら寝てるようなもんやで。昨日ね、12時を超えて、あかん、ウォーキング行って、ちゃんとお風呂でリンパマッサージとかもして寝ないとって思ってたんですけど、まさかのまた寝落ちだよね。なんか起きた瞬間ももう、パッと起きて、あれ？ここどこ？何？ん？夜？とか思ったんですけど、時間見たら朝やって、まあでもいいわ、まだ間に合うわと思って、今からちょっとね、化粧落として30分ぐらいウォーキングして、お風呂入って、私の慌ただしい結婚式前ルーティング始めたいと思います。では、行ってみよう。ピシャン。見た。浄水。もう結局ね、結婚式の前だろうがなんだろうが、こうやって私みたいに寝るやつはいるんですよ。しかも寝ようとしたんじゃなくて、寝落ちな寝落ちやってるわ、マジで。もう聞きなんちゃら、聞きが働いたんでしょうね。6時半にほんまにパッって感じ、うーんみたいなじゃない、もうパッって感じ起きたからね。みんなは優雅な結婚式前準備をしているんでしょうけども、まあ何時やろ、日焼け止め塗って歩きに行ってきます。めっちゃ暑いよな今日、めちゃめちゃ天気いい。今日がいつかというと、オリンピックの開会式の次の日。あ、濡れた。そっか、みんな歩いてます。暑すぎんねんけど、マジでやばい、暑い、前見えへんし、頑張って歩いてます。歩いてきた、足やばい、ほらやばた。ではてれて、入ってきます。はい、お風呂から上がって今です。実はパンプスが昨日届く予定やったんですけど、いろいろあって届くのがおそらく2週間後とかなんですよ。ちょっと今からあのパンプスを買いに行かないといけないんですね。急いで。はい、今ですね、もう靴を秒速で買って帰っております。助手席に乗ってる時にこのネイルのシールをね、一生懸命爪に貼りくったくりまして、これめっちゃいい。では11時20分に一緒に美容院行く友達が車で迎えに来てくれるんで、ダッシュで帰って待ちます。はい、はい、では美容院から帰ってきました。見える？こんな風に髪の毛可愛くしてもらいました。今から化粧をねしたいと思います。これで行きます。前名古屋に行った時にアルビオンで働いてる子が試供品いっぱいくれて、こんなんとかこれでしょ、これ、あ、飛び込んでった、これ、これとこれ、全部可愛いんですけど、今日はこれのファンデーションとこれをメイクをしていこうと思います。くれた友達チッピーって言うんですけどありがとう。ではまず汗を拭いて、ここなんかできてん、ニキビ、知らんけど、うざーい。鏡もないわ、鏡は必要やな、結婚式やし。まずは、まあ、日焼け止め塗って、で今日はね、結婚式のこといろいろ聞いてほしい。私結婚式の衣装黒にしようと思ってて、最初ドレスどれにしよっかなとかっていうのは考えてたけど、あまり深くは考えてへんくて、いつの間にかもう結婚式の日が来ちゃってたっていう感じやねんけど、あ、チッピー使うね。これ使い方合ってるか分からんけど、多分化粧下地みたいな感じで使うんやと思うんよ。あ、これ入ってたわ、日焼け止め効果。これ手で伸ばすもんかな、分からんけど、いいや。間違ってた教えてね、チッピー。 あ、でもなんかすごい綺麗に見える。で、これ欲しいなって 最初目をつけとったものがあって、到着する日にちが間に合わへんくて、そのドレス諦めないとってなって違うドレス選んだんですよ。ちゃんとサイズとか測って大何候補かぐらいの選んでね、注文したわけですよ。ちゃんと届いたんですけど、たまたま来たのが伸縮性があったから
でかくて、これで無理やってなったんで、自分でミシン使ってわざわざでいろんなとこ短くしてぴったりのサイズになるようにしたんですよ。でまあ結局ね、それで行こうと思って、母親が肩でんのはちょっと違うんちゃう的なこと言われて、確かにそうかもしれんと思ったから、じゃあ新しいの探すわ言って探し出したんですけど、結婚式3日4日前とかやったんで、結局レンタルのドレスを探したんですよ。結婚式向きの服がいっぱい置いてあるわけやから、もうレンタルでいいと思って今のこの服を借りている状態なんですけども、あとカバンもなくて新しいの買おうと思って、これがいいってなったら売り切れてるんですよ。じゃあ次の候補って見ていくけど、やっぱベージュはね人気でね、なかなかないのよね。みんな欲しいやつやから知らんけど、服立つ瓶のところでしか選ばれへんから選んで届いたんですよ。で最後靴ね、靴聞いてほしい。もともとちゃんと頼んでたんですよ、ゴールドのキラキラのヒールの靴。昨日届くはずやって、え届かなんでなって思って、ようようその何注文した時のメール見てみたら、とまさかの商品を購入している方は2つの商品が揃ってからの配送となりますって書いてあって、知らねえ聞いてねえマジかってなったんよね。買い取ったんか分からんけど読んでなかったから。でそれをね昨日なんと知ったという、どしょ怖いって、まあ朝から急いで買いましたよ、急いでね。しかもね今ね夏でしょ、パンプス売ってないんですよね、あんまり。だいたい空いてるやつやん。指がパって出てるようなサンダルやん、売ってんのはさ。だからさ。探し出した。じゃじゃん、こちらです。これ、クルーベージュ10番、使います。めっちゃつけちゃった。めっちゃつくねんけど。私ね、ファンデーションあんまりつけたことないから、どれぐらいつけるか知らんねんな。あ、綺麗に見える、でも。今の時代とか、結婚式あげへん子もおるからさ、そう思ったらありがたいですよね、呼んでもらって。絶対綺麗やん。私もう若者行ったら絶対結婚したくなるもん。てか結婚っていうか早くウェディングドレス着たい。なんか私好きなドレスの定義があって、地面に裾がつくやつ。なんかドレス感強いやん。でも多分女の子やったら分かってくれる気がする。まあ言うたら結婚式なんか憧れやん、みんな。人間、可愛い自分で降りたいしさ。ここでまたまた話が変わるんですけど、キビノリのドレスは、オレンジ系のメイクが合う。そう、ネットに書いてたね。オレンジ系のメイクしたことがないからね。持ってないっていう。いけるかな？どうにか、オレンジっぽくできるように頑張りたい。ですけどね、呼ばれてる側もさ結構大変やと思うねん。結婚式ね、自分があげる側ってもっと大変なんやろうなと思って。結婚式場で働いてる友達がいるんですけど、裏側とか聞くじゃないですか、すごい大変みたい。私昔婚礼の仕事してて、ポポポポポポポってお料理配ってあげる人やってた時も、結構裏側もバタバタでしたもんね。でも1年をかけてもやりたいと思えるぐらい的なものよね、結婚式って。思うわ、人生で結婚式っていう概念があってよかったって思う。だってさ、鳩とかって結婚式ないやん多分。どうしたらいいかわからん。化粧、結婚式始まる時間がゆっくりやったから、ほんまにありがとうって思う。だって始まる時間遅かったら、私裸足で行ってた。世間の皆様はオリンピックですね。ドローンのがいいと思った。いけてるこれで、めっちゃオレンジやけど大丈夫そう？大丈夫そう。てか時間大丈夫？私のんきにしてる場合？友達まだ2時に迎えに来てくれるんですよ。何色いけばいいかわからんのやけどさ、ゴールドの茶色いくわ。キラキラ可愛い。キラキラは好き。キラキラのアイシャドウ塗った時ってほんまにテンション上がるよね。今日はね快晴なんですよ、大阪は。雪、結婚式快晴とかめっちゃ幸せじゃん。最高だよね。やばい、時間見たらさ40分も。でも可愛い系のさメイクやからさ、じゃあ服そんな長くしん方がいいんか。上品な感じで行きたいから、どう？いい感じ？うん、いいんじゃね。はい、もうちょっとで終わる。また眉毛描いて、前髪して、リップ塗って、ハイライトして終わり。その前に、眉毛がやばい。眉毛後で剃る。メモみたいに言う。眉マスカラして。めっちゃ濃いな。いる？いらんくない？眉マスカラいらんくね？眉マスカラいる？いらんくない？いる？いんの？知らん。誰に聞いてんの？
やばい？やばい。やばいやん。なあ、変やん。やったなあ、マジで。こんなんで取れるもんな。いいわ、これで。まあ、前髪下ろすから。やばい、汗かいてきても。ハイライト、リップ終わり。よし。ハイライト。でん、これ、買ったの。手で塗んの。ここ？ここ？ここ？で、顎。で、でこ？で、ここか。オッケー。できたー。え、テンション上がる。ちょっと、行くわ。足がしびれて痛い。アイロンする。眉毛剃るわ。こういうところよ、さっき死んたあかんやん、こんな。やっとったらよかった話をさ。今頃になって眉毛が気になりだしてやるとか。これがダメなの分かってんのよ。じゃあやれってな。ちょっと剃りすぎたけど、まあいっか。まあいっかって言うしかないんや。間違えて剃ってしまったら。オッケー。髪の毛めっちゃ可愛くない？わかる？嬉しい。美容院さんはさすがやなって最近よく思います。大変やと思うけど、こんなに人に幸せを与えれる仕事ってほんまに思う。最近髪の毛の色をさ、よく変えるようになってさ、美容室にお邪魔する機会が増えてさ、思うようになったけど、だってほんまに短時間よ。ちょちょいのちょいよ。ちょちょいのちょいでこんなに可愛く髪の毛できんのよ。すごくない？オレンジのリップな、持ってるかな。ピンクもあんま持ってへん。赤ばっか。よし、いけた。なんか適当にあったの取ってきた。ピンク、赤。これはマナッティにもらった。あ、ちょっと綺麗っぽい色になったかも。うん、かわいい。自分が可愛いと思う自分でおるのが一番やな。